コンサルティングの料金が前回の、要するにご相談の料金がずっと入ってます。で、それから、就学時の就労ビザの申請。で、これは申請するときの、コンサルタントのに払う手数料と政府に支払う申請料と両方ともこのパッケージの中には入っています。で、就労ビザもですね、コンサルタントの料金と政府に支払う料金両方入っています。永住権も両方入っていますということです。それから、カナダにも到着しているので皆さんあまりこのオリエンテーションとか空港とかはいらないから、まあ、入ってるんですけどいらないかな、今ここにいらっしゃる。で、あとはもちろん就職のサポートが入っています。これが入っているものですね。で、入ってないものちょっと注意しないといけないんですけど、入ってないものは、航空券代ね、日本に帰ることになった時とかの帰りの飛行機は、まあ、もちろん全部で買ってくださいよということと、保険料を、まあ、カナダで滞在中の保険料なんですけど、就労ビザになったら、MSP に入れる、カナダの、BC 州の保険に入れて、それ、BC 州の保険は今月から、違う、10月から、2019年の10月から保険料無料になったので、ただで保険は、医療保険はただで入って、ただで医療が受けられますので、就労ビザになったら、学生ビザの時はダメでしょうね。学生ビザの時は、MSP は行けたと思うんですよ。行けます、ね。